際どいコースなんですけど、あんなに逃げる必要はないんですよ。これがストライクなんです、ね、ストライクですよね。見逃し方があるんですね。これでもうどうしてもね、体が開いてしまうもんで打てない。ヤクルトにはね、先発ピッチャーで山部、石井で、ワンポイントの加藤って言いますからね、これはヤクルトに非常に弱点を見せたなと思いますね。さもののマジックは3。今日からの地元6連戦で胴上げをしたヨリックス、やっぱり神戸はええなーということで、1回イチローがフォアボールと送りバントで2塁に進み、新設先発西村から3番 DJ、 初球をいとも簡単にレフトへ。イチロー今シーズン98得点目のホームイン。この後ニールもヒットで続き、1塁3塁になった後、小川が右へ、藤井が左へ連続タイムリー、田口にも犠牲フライが出ていきなり4点。大きな波が近鉄西村を飲み込みます。4点のプレゼントをもらったオリックス先発伊藤はランナーを出すものの、この4回の満塁のピンチもなんとかしのいで、6回まで近鉄打線を0点に抑えます。そんな粘りに藤井が猛打賞になる13号ツーランで応えます。6対0とリードを広げ、神戸のファンのムードも最高潮です。さらに7回に2点も返されたその裏、4番ニール、海の向こうからやってきた助っ人が神戸の夢と希望を乗せて満員のスタンドへ22号ソロホームラン。伊藤の後、清原、鈴木、渡辺とつなぎ、平井を温存したオリックス、明日頑張ればもっと盛り上がれる、あと一歩ですと小木監督かみしめていました。明日この地元で優勝ということになりますが、そうですね、これはもうファンの皆様が一番待ってると思うんですけども、もうちょっとです。本当スタンドを前にして、スタンドと一緒にね、胴上げをしたいというか、そういう一緒になりたいですね。今日こそ神戸の夜空に舞うのか大木監督。どうでしょうね、まあ、早く決めたいというのがね、直接対決を目論んでるからという大木監督、先発のマウンドに星野を送りますが、1回いきなりピンチ、鈴木にタイムリーを打たれ近鉄に先制されますが、2回すぐさま反撃、ノーアウト満塁のチャンスでバッター田口、レフトへタイムリー同点、さらにワンアウト後スグロ、会心の当たりですね、打った瞬間抜けたと思いましたよという2点タイムリーツーベース、一気に逆転。そして待ってました一郎、ラッキーなイレギュラーバウンドが2点タイムリーになる5対1。優勝に向けて突き進むオリックスブルーウェーブ、球場のボルテージも最高潮に達します。しかし今日の星野はよくありません。援護してもらいながら3回にはスティーブンスのタイムリーで3点を奪われ、大木監督も星野を降板させます。その後オリックスはスグロの好プレーや中継ぎ陣の踏ん張りで近鉄に追加点を許さず、試合はこのまま終盤へ。そして9回、抑えの切り札、平井がマウンドへ。ピンチを背負いながらも踏ん張り、近鉄を破りますが、9回2アウトの時、ボードにロッテ勝利の知らせが。試合後、大木監督は最高1番、良かった、これで正真正銘のマジック1ですからねと、興奮気味に球場を明かしました。見事なバッティングでしたね、しかし。ね、1回あるかないかですね。この試合はみんな気合入ってるんで、その気持ちが伝わりました。明日勝てば胴上げです。ぜひ決めます。明日、決めますんで、また応援に来てください。一番いい形でね、迎えられると思います。もう一応願望しておりましたんで、2月もないじゃん。そうですね、というマジックついに1とここまで来たわけなんですが、今日のですね試合、ブルーウェーブ勝ちました。13日今日勝ちました。ですのでマジック1となったので、優勝は、明日、勝てばもちろん優勝、それで、敗れてもマリーンズが敗れるか、また引き分けでももちろん優勝が決まります。14日、15日、このどちらかに決めたいところでしょう。流れ変えたね、明日だって、オリックスが負けてロッテが負けて優勝っていうのはないもんね、みっともないもん。そうですね、大木監督は今夜どんな心境で、どこに着くのでしょうか。自分で勝って優勝ですよ。他のチームのねことを気にする必要がなくなったんで、決めたいですね。
初優勝に王手、ラインはリラックスムードでした。選手と一緒に優勝の感動を味わおうと、球場には3万9千人の大観衆が詰めかけました。ぜひ今日決めてほしいです。近鉄の先発酒井に2安打に抑えられていたオリックスは5回、7番田口、スティーブンスの悪送球でこの試合初めて2塁へ進みます。続く中島、ピッチャーを楽にしたかったという中島のこのバッティング、オリックス1点を先制します。目の前での胴上げを阻止したい近鉄は6回、オリックス先発小林からスティーブンスのヒットやデッドボールなどでノーアウト満塁のチャンス。バッターは中村紀洋、小林気迫の投球で三振。左の大島を迎えたオリックスベンチ、小林から左の野村にスイッチ。近鉄も代打村上を送ります。変わったばかりの初球でした。優勝目前、オリックスファンの夢を砕くツーベースヒットとなって、近鉄2対1と逆転します。オリックスは8回、野村がツーアウトを取ったところで3人目の高橋光一にスイッチ。高橋、中村典弘、これも変わり花の初球を狙われ20号ホームラン。大仁監督、今日は投手リレーが裏目に出て3対1とリードを広げられます。オリックスはこのまま敗れてもマジック最小チームのロッテが負ければ優勝が決まります。この結果、自力で勝たなければ今日の優勝がなくなったオリックス、懸命の反撃を試みますが、チャンスにダブルプレー。9回も酒井に抑えられて3対1で敗れ、胴上げは明日のロッテ戦以降に持ち越されました。もうすごい残念で涙が出ます。まだ楽しみが明日に伸びただけですから、毎日毎日楽しみでくれますから。2日続けて優勝が伸びたオリックスの祝勝会場には、樽酒やビールなどが並べられ、料理が用意されていましたが、日の目を見ず、係員が冷蔵庫にしまい込んでいました。そうですね、勝ちたかった。一つ勝つのって難しいなということを、まあ、改めてね、感じますね。大手をかけ